私は東条の大守に使うる武士の一人でございます。何しに見えた。100年以来20、30までは格別、当天守50までは小あるものの参った試しはありません。今宵大殿の仰せによって私見届けに参りました。それだけのことか。かつまた大殿様ご秘蔵の日本一の鷹がそれまして、お天守のこの辺りへ隠れました。行方を求めよとの御意でございます。翼ある者は人間ほど不自由ではない。千里五百里勝手なところへ飛ぶとお言いなさるがよい。要はそれだけか。別に世の儀は受けたまわりません。五十へ参って見届けた上、いかが計らうとも言われなかったか。いや受けたまわりませぬ。お前もそしてこう見届けた上、どうしようとも思いませぬか。お天守は殿様のものでございます。いかなることがありましょうとも、私一存にて何と計ろうとも決して存じませぬ。お待ち。この天守は私のものだよ。それはあなたのものかもしれませぬ。また殿様は殿様でご自分のものと御意遊ばすかもしれませぬ。しかしいずれにいたせ、私のものでないことは確かでございます。自分のものでないものを殿様の仰せも待たずにどうしようとも思いませぬ。涼しい言葉だね。その心なればここから無事で帰られよう。私も無事に返してあげます。妙がに存じます。今度は播磨が申し聞けても決して来てはなりません。ここは人間の来るところではないのだから。また誰も参らぬように。いや私が参らぬ以上は50万石のご家中誰一人として参りますものはございますまい。皆命が大切でございますから。お前はそして命は欲しゅうなかったのか。私は司祭やって殿様のご不興を受け、お目通りを遠ざけられ閉門のところ、誰もお天守へ上がりますものがないために急にお呼び出しでございました。そのご上司は実は私に切腹仰せつけのところを急に思いようがいになったのでございます。ではこの役目が済めば切腹は免れますか。そのお約束でございました。人の生き死には構いませんが切腹はさしたくない。私は武士の切腹は嫌いだから。しかし思いがけなくお前の命を助けました。悪いことではない。今夜はいい夜だ。それではお帰り。姫君まだいますか。はあ、恐れ入ったる次第ではございますが、お姿を見ましたことを主人に申して差し支えはございませんか。確かにお言いなさいまし。留守でなければいつでもいるから。武士の面目に存じます。ごめん。
また見えたか。はあ、夜陰と申し、再度お僧を騒がせ、誠に恐れ入りました。何しに来ました。お天守の3階、中段まで戻りますと、飛びばかり大きさの野ぐすまかと存じます、大コウモリの黒い翼に、灯火を仰ぎ消されまして、いかにとも身体、道を失いましたにより、火をいただきに参りました。ただそれだけのことに。二度とおいででないという私の言葉を忘れましたか。針ばかり、片割れ月の影も刺さず、下に向かえば真の闇。男が足を踏み外し、段から転がり落ちまして片輪になどとなりましては、生きがいもないと存じます。上を見れば、五重のここよりかすかにお分かりが差しました。おとがめをもって命を召されようとも、男といたし、はしごから落ちて怪我をするよりはと存じ、御戒めをもはばからず推参いたしてございます。爽やかなお心、そしてあなたはお勇ましい。明かりをつけてあげましょうね。いや、お手づからは恐れ多い。私が。いえいえ、この灯火は明星北斗星龍の灯火、玉の光も同じこと。お前の手ではろうそくにはつきません。したくなくなった。もう返すまいと私は思う。え、あなたは、播磨があなたに切腹を申しつけたと言いました。それは何の罪でございます。私が拳に据えました、殿様が日本一とてご秘蔵の白い鷹を、このお天守にそらしました。その落ち度、その在家でございます。何、鷹をそらした、その落ち度、その在家。ああ、人間というものは不思議な咎を負わせるものだね。その鷹はあなたが勝手に鳥に合わせたのではありますまい。天守の胸に世にも美しい鳥を見て、それが欲しさに播磨守が自分であなたに言いつけて、勝手に自分でそらしたものをあなたの罪にしますのかい。主と家来でございます。仰せのまま命を差し出すのが真たる道でございます。その道は曲がっていましょう。間違った言いつけに従うのは主人に間違った道を踏ませるのではありませんか。けれども、たかがそれました。主従とかは恐ろしい。たかとあの人間の命とを取り替えるのでございますか。よし、それもあなたが、あなたの過ちなら、君と真というもののそれが道なら仕方がない。けれど播磨が指図なら、それは播磨の過ちというもの。第一、鷹を失ったのはあなたではありません。あれは私が取りました。いや、あなたが。まことに。お恨み申し上げる。鷹は第一たれのものだと思います。鷹には鷹の世界がある。露霜の清い林、朝嵐夕風の爽やかな空があります。決して人間の持ち物ではありません。大名難度というものが思い上がった行き過ぎなあの鷹を、ただ独り占めに自分のものと突き上がりがしています。あなたはそうは思いませんか。美しく気高い、そして計り知られぬ意のある姫君、
私にはお答えができかねます。いえいえ、角立てて言い込めるのではありません。私の申すことが少しなりともお分かりになりましたら、あのその筋道のわからない二三の丸、本丸、太閤丸、狂わ打ち、ご家中の世間へなど、もうお帰りなさいますな。白金、小金、玉三五、千石万石の知行より私が身を捧げます。腹を切らせる殿様の代わりに私の心を差し上げます。私の命をあげましょう。あなた、お帰りなさいますな。迷いました、姫君。殿に近鉄の我が心も波打つばかり悩乱をいたしますが、決心ができません。私は親にも聞きたし、師にも教えられたし、書物にも聞かねばなりません。おいとまを申し上げます。 あなたはまだ世の中に未練がある。それではお帰りなさいまし。途方に暮れつつ参ります。迷いの多い人間を哀れとばかりおぼしめせ。優しいその言葉で名を返したくなくなった。強いて立ってお返しなくばお手向かいをいたします。あの私に恩でもないこと。まあ、お勇ましい凛々しい、あの死にた若いお方、お名が聞きたい。夢のような仰せなれば、名のありなしも覚えませぬが、姫川図書之助と申します。懐かしい、嬉しいような、忘れません。以後お天守下の行き会には誓って礼拝をいたします。ごめん。図書様しばらく。是非もない。所詮生けてはお返しない掟なのでございますか。播磨守の家中とは違います。ここは私の心一つ、掟などは何もない。それをお呼び止め遊ばしたは、お花向けがあるのでござんす。人間は疑い深い、卑怯な、臆病な、わがままな。殿様などはなおのこと、あなたがこの五十へ上がってこの私を認めたことを誰も本当にはせぬであろう。清い爽やかなあなたのために印の品をあげましょう。これをその印にお持ちなさいまし。存じもよらぬ御たものの、姫君に向かってご辞退はかえって失礼。あまり尊い、あっぱれな御兜。金銀は薄高けれど、そんなにいい細工ではありません。しかし武田には大切な道具、あなた見覚えがありますか。まさかとは存ずるなり、私とても年に一度虫干しのほかは拝しませぬが、ようも見ました。お家の重宝、青龍の御兜。まったく、それに違いありません。これにこそ足のつま立つばかり、心急ぎがいたします。おいとまを申し受けます。今度来ると返しません。しかって仰せまでもありません。
私にくださいまし。お前様、すすきか。立派な方でございます。今まであの人を知らなかった、目の及ばなかった私は恥ずかしいよ。かねてのお望みにかのうた方を何でお返しなさいました。命が欲しい、手向かいをするというもの。ご一緒にここに大き遊ばすまで何の命をお取り遊ばすのではございませんのに。あの人たちの目から見るとここにいるのは生きたものではないのだと思います。それではあなたのご器量とそのお力で無理にもお引き止めがようございますのに、何の手向かいをしましたところで。いや、器量はこちらからは見せたくない。力で人を強いるのは播磨の神なんぞのこと。まことの恋は心と心。すすきや、はしかしそうは申すものの、白鷹を据えた鷹匠だと申すよ。縁だね。きっとご縁がござりますよ。どうやら私もそう思うよ。様、いくらあなたのお言葉でもこれはちと痛み入りました。私も痛み入りました。これはまたご挨拶でござります。あれ、何やらお亭主下が騒がしい。まあご覧なさいまし。なんだい。武士が大勢で係を絶えております。ああ武田播磨の神殿のご出張、将棋にかかってお控えだ。おぬるくてのろいくせに物見高なせっかちで、お天守見届けのお使いの帰るのを待ちかねて押し出したのでござります。もしえもしえ、通所様のお姿が小さく見えます。奥様、お玉じゃくしの真ん中で御紋付きの御紋も甲骨、すっきり花が咲いたような水際だって美しい。奥様、知らないよ。ああ、兜改めが始まりました。ああ、びっくりした。あの殿様の漆みたいな太い眉毛がビクビクと動きますこと。ああ、ご家老がいます。あの親父もだいぶ農民を痛めて溜め込みましたね。その代わり頭がはげた。まあ、みんなが図書様を取り巻いてお手柄にあやかるのかしら。おや、おっとり刀だ。なになになに。まあ、奥様、奥様、もうよい。いや、もうよいではございません。図書様を賊だと言います。小秘蔵の兜を盗んだ謀反人。謀反人。殿様のお首に手をかけたも同然の逆賊でございますとさ。おかげで兜が戻ったのに、なんてまあ人間というものは。あれ、取り手がかかった。忠義と稚業で手向かいはなさらぬかしら。閉めた、投げた、嬉しい、そこだ。ご家老が肩切れを跳ねましたよ。大勢が抜き連れた。あっ、食べない。えらい、通所様抜き合わせた。一人腕が落ちますよ。あら、どうきり。また何も働かずともよいことを。ご両二人ぶちらしいのが、あらかわいそうに首が飛びます。秀吉自分から見慣れていながら、なんだね、想像し騒がしくもなります。多勢に一人。あら、切り抜けた。図書様がお天守へ逃げ込みました。追いかけますよ。槍まで持ち出した。図書様が二重へ上がっておいでなさいます。大勢が追い詰めて。よし、
お手伝い申せ。おかしもとしろ、おかしもとし。師匠様。姫君、お言葉をも顧みず、三度の推参をお許しください。私を賊謀反人逆賊と申して。よく存じておりますよ。昨日今日今までも互いに友と呼んだ人たちがいかに友のお瀬戸で手の裏を返したように、ようまああなたに刃を向けます。はい、微塵も知らぬ罪のために人間同士に殺されましては、同じ人間諦められない。あなたのお手にかかります。ご禁制を破りました、お約束を背きました、その罪に伏します。速やかに命をお取り下されたい。侍たちの仲間ならばあなたの命を取りましょう。図書様、私と一緒には雲に乗り虹を渡り、千歳も元瀬いつまでもお引きなさいまし。戦でも蝶が舞う、なでしこも桔梗も咲く、ここに獅子がいる。お祭りだと思って騒ぐがよい、槍刀弓矢鉄砲、城のやつら。